田のヒット、そして4番の今井を迎えます。よく開幕早々はヒットが出ない選手はなどという話もしますが、昨日はどちらのチームも結構上位打線はヒットをしっかり打ってました。はい、つないながらライトの前に落ちました。ゆっくりともう鈴木大地はホームへ帰ってきます。1点を先制です。1回にも3本のヒット集中といってもいい当たりばっかりというわけじゃむしろないんですけど ね、 やっぱそのボールが少し高い分とやっぱ逆球が多いっていうのですね。ちょっと今も詰まりかけて、はい、誰もいないところで落ちました。鈴木大地も最後バットも広い余裕もありながらホーム。4番の今井のタイムリーヒットで1点を先制です。